野菜ソムリエ上級プロの遠山由美です。今日はネバネバオクラをさらりと食べるアメリカ南部の郷土料理シーフードガンボを炒め物風にして楽しみます。オクラの準備をします。板ずりをして洗ってあります。ヘタ使いませんので切ってしまいます。5ミリ幅程度の小口切りにします。トッピング用の4本はなっていたところをちょっと取りまして、額の脇のところ剥いてください。深く剥きすぎるとネバネバ逃げていきますので、こんな感じですね。さあ、このうちの2本はこのまま焼いて、残りの2本は縦半分にして中の可愛い様子を見ていただきましょう。エビの調理です。今日はもうちょっとしてしまいましたけど、背中に包丁目を入れて綿を取り出します。尾のところの後ろにあるこの三角を取ります。この尾の先端を斜めに切って広げて、この中を包丁の先でこそげます。あとは殻を剥きまして、お掃除が終わりましたら、ここに片栗粉ですね、そして粗塩です。はい、気になるところに塗りつけるようにして洗います。はい、あとは流水で洗って水気を拭いてください。今日はお刺身用なんですが、加熱していきますね。ちょっと大きめに切ってごちそう感を出しましょうか。6切れに切りました。そしてさっと油をくぐらせて、チリパウダーを振っておきます。パプリカです。パプリカは今日半分使います。1センチ幅の縦のものを4本、飾りをトッピング用に取りましょう。残りは炒め煮のベースに使うための粗みじんにします。野菜類も全部粗みじんに切ってくださいね。トッピングを焼いていきます。少し温めたフライパンに油、今日はオリーブオイルにしましたが何でも結構です。そして風味付けにバターも少し入れておきます。完全に溶けきっていませんが、この段階で入れていってしまいます。パプリカはこの皮の面を下に並べます。オクラです。切ったものはこの断面を下にして入れていきます。あと2本は丸ごと焼いていきます。もう一つまだ余裕がありますから、サーモンも入れてしまいましょう。6面全部焼きますよ。さ、もうサーモンが良さそうなので取り出しますね。
きすぎて壊れてしまってもいけないので、これくらいですね。取り出しておきます。ごく少量お酒をかけまして、軽くチリパウダーをかけまして、フライパンで焼いていきます。エビはあっという間に焼けますからね。ひっくり返して逆側も焼きます。一周ひっくり返すと、もう逆側が焼けている感じですね。さあ取り出します。炒め煮をしていきます。火をつけて、今日は中火程度。先ほどのフライパンはそのままです。玉ねぎのみじん切りです。もう暑い季節なので電子レンジにかけておきました。さらにはここにニンニクです。セルリー、ピーマンです。飾りの残りのパプリカもここで入れてしまいます。しんなりするくらいまで炒めていきます。しんなりしてきたら真ん中を大きく開けます。オクラを入れます。時々混ぜてみて、そうですね、まだちょっと糸を引くネバネバが残っているので、もう少し焼きましょうか。粘りが減ってきてこんがりしてきましたので、薄力粉を全体に振ります。粉がこんがり焼けるまで混ぜていきます。ここにトマトの水煮缶を加えていきます。溶き伸ばすように少しずつ加えますね。トマトペーストを加えます。カニの缶詰です。といってもお安いですもんね、これね。ホタテの缶詰です。顆粒のコンソメを小さじ1杯ほど加えておきましょう。ふつふつっとくるまで1、2分、2、3分お待ちください。さあそうですね、1分ぐらいでもうグツグツしてきましたので、ここでお味の調整をしていきます。まずウスターソースです。そして再びチリパウダーです。最後にわずかなんですがレモン果汁です。さあこんな風に盛り付けてみました。